はい、こんにちは、山城と申します。さあ、ここはどこかというとですね、まあ、分かりにくいところですけど、ここは、三重県四日市市ですね。いつもの四日市市の、ここは朝日町ですね。三重郡朝日町とは別でね、四日市市朝日町というところがあるんですよ。まあ、どこら辺かって言ったら、JR の四日市駅のすぐ近くですね。今日はね、こんなところに来たら何をやってるかというとですね、ここからですね、今日はですね、四日市港のあたりをですね、ちょっとブラブラとやろうじゃないかということですね。それで、ひとまずこっちに来たわけです。ね、JR の四日市駅に近いんで、まあ、それなりにコインパーキングがあるんですけど、ちょっと値段上がりましたね、この辺りまた。800円とかになっちゃったんですね。ここも800円。で、そう、昔はね、500円で止めれるところとかあったんですけどね、奥とかね、あの辺りの方にね、昔はあったんですよ。結構大きい、ね、安い駐車場があったんですけど、なくなっちゃいましてね、そう、それ以来、ちょっとこの辺り、台数、止めれる台数が、駐車台数が減ってしまってね、結果的にちょっと値段が、上がっておりますね。まあ、これちょっとね、JR 使う人っていうのは、どちらかというと、この辺り、四日市の場合は、値段が安いのがね、売りだったのに、これだとちょっと元も子もないような気もしますけどね。歩いてすぐなんですよ。裏道から来ましたけどね、そこにね、もうバス見えてますよね。止まってるバスが JR のターミナル、ロータリーのところですね。JR 四日市駅のね、そう。ということでね、これも抜けてくると、ともないです。もうね、ここら辺来たらね、四日市の方でしたらもうパッと分かるでしょ。これね、JR の四日市駅。まあ、これはもうね、何回も、来ておりますし、動画でもね、出てきておる画面ではございますけどね。いやー、JR はね、これで公式の駐輪場なのかどうか分かりませんけど、僕はここに自転車がずらーっとありますよね。よいしょ。こっちから渡るとね、そっちの奥にね、いろいろとまた保管区とかあるんですけど、ここはね、JR のロータリーと。今日はね、何をやろうかというとですね、四日市港の方あたりにね、いろいろと貨物船があるんですよね。何や今更そんなところというところなんですけど、実はちょうどね、つい先日、まあ、この動画の編集してる時点での先日ですけど、ですね、スーツさんっていうね、有名な、この鉄道系 YouTuber のね、スーツさんがちょうど四日市の方の撮影をしておりまして、で、JR のね、四日市、この辺りではね、おなじみだと、デーデー51型というね、機関車、要は貨物を引っ張ってたあれですね、ちょっと、凸型って言ったらいいんですかね、こうって、こうって、真ん中がべっこってなっとって、まあ、すぐに出てくると思いますけど、ね、やつがついに引退するってことでね、なんか1月末だったかな、3月末の運用でしたっけ。で、ということでね、きっとこれからね、この辺りね、撮影に来る人、まあ、もともと多いんですけどね、増えるんじゃないかということでね、まあ、やはりここはですね、地元民たるね、このね、四日市、ね、地域密着型 YouTube ってことでね、やってますから、まあ、やはりこれはね、紹介しない手はないだろうと。ね、いかげんね、さすがにね、いくらね、再生数追ってませんとはいえですね、上げる動画が一桁で、4再生とかですとね、そこそこね、何のためにやってるのか分からなくなってきますからね。さあ、ということでね、行きたいんですけど、一応、四日市港の方はね、そう、で、駅前の方はね、周りはいろいろとね、その動画の方でね、もう何十万もね、再生かかってますから、わざわざこっちやることもないでしょうと。ね、ということでね、四日市の場合はね、そこからまあいろんな貨物船がね、ありますよというところで、そのあたりがね、まあ一つね、見どころかもしれませんね。ということでね、結構行き方とかね、どうしたらいいのかっていうのをね、紹介していこうと思うんです。で、一応ね、やり方としての一つ目としては、これってどうしてあるんですよね。四日市港行きのバスあるんですけど、残念ながらね、これね、めちゃくちゃ少なくてですね、まあ、ご覧のありさまなんですよ。朝の日本。で、これの終わりなんですよね。四日市港行きってもう今。で、こんな感じでね、しかもこれ平日だけです。土日はね、もはや運行すらないという状況ですんで、これはですね、
こんな感じね、ここが今いるところで、ここからが本当はこう行くのがね、もう平日の朝の日本しかないという状態なんで、なかなかちょっとバスで行くというのは、難しいでしょう。特に日曜日はもはや、その可能性すら断たれるわけです。そうすると何があるか、もう車で行くという手もあります。自家用車でね、私なんかも今日そうしようかなと思ったんですけどね。ただね、厳密なこと言うとあんまり駐車場がないんですよね。その道が広いんでね、結構路中できるんじゃないかというんですけど、まあ、あまり、ね、路中をね、YouTube の動画で進めるわけにもいきませんしね、止めるところがバーッとあると言ったら、この JR の横地でもね、少ないんですよね。まあ、私の場合はその路中はね、そういうのもしませんよ。まあね、まあ、ね、あまりいいね言いませんが、港の方ね、要は仕事でずっと行ってたんでね、結構知り合いの方とか多いんで、いざとなったらね、そのあたりにちょっとすいません、止めさせてっていうね、点もあるんですけど、私の場合はね、まあ、あまりそれもね、普通の人はできませんでしょうと。じゃあ何があるのかって言ったらね、それなんですよね。あ、タクシーで行くっていう手もありますけどね、タクシーでも多分1000円かかるんじゃないかな。あんま聞いたこと言えませんか。港湾までで1200円ぐらいかな、なんですけど、これですね、実はね、ここにレンタルサイクルあるんですよね。まあ、今日はね、ご覧の通りね、雲一つないとまではいきませんけどね、ほぼほぼね、快晴なんですよね。で、風もないんでね、京都暖かいんでね、せっかくですからね、このね、レンタサイクル、使ってみようやないかというわけでございますね。はい、ということでね、自転車借りてきましたよと。ね、120円、電動やと240円らしいですけど、電動の方が楽かもしれませんけどね、正直、ここからその港の方行くんでしたら、平坦なんでね、末広町とか、千歳町は埋め立て、特に千歳町はね、埋め立てですから、完全平坦です。特に、坂道もないんで、普通でもいいんじゃないかなと思います。でね、乗るとね、ちょっと身分証の確認とかがあってね、まあ一応こんなね、いろんな規定のやつもらいますんで、いろいろと、運転とか、あと飲酒運転とかもダメですよということですね。あと、傘差し運転とかも、しないでくださいねとかで、いろいろ、まあ、まだ守ってくださいみたいなことが書いてありますね。一応ね、8時まで営業してるらしいんで、8時までに返せば120円でいいと。まあまあ、そんなにはかかりませんからね。まあ、スロープもありますね。このスロープから、スロッと下ろしていったら、いい感じみたいですね。ここ来たらやっぱね、そこからね、ずーっと、駅からずーっと北の方来たところですけど、まあ、ここ来たらやっぱり、ね、ここに寄らないといけないんですね。別の動画でもね、紹介したことあると思うんですけどね、鳥吉さんっていうね、本町にあるね、鳥吉さんで。まあ、まだ渡ってきてすぐですけどね、ここら辺本町ね、まあ、さっきの、鳥吉さんね、まあ、ここでね、やっぱりね、桃焼きね、まあ、後でまた写真撮ってますけど、これはね、やっぱね、ここからちょっと可愛くないといけませんからね、美味しいですからね、ここの、おすすめですよ。で、まあ、そこのね、モータルとか、まあ、この辺りは、別の動画でやりましたよね、本町商店街ね、本町商店街、ここは、もう動画撮って、あれ、俺まだ編集してなかったから、だいぶ前なんですけどね、まあ、せっかくですから、それも、ちょっと確認して、開けときましょう。まあ、そこからね、北側から行った方がいいと思います。南側から向けることはないんですけどね。まあまあ、名音の、交差点とか来ましたけど、こっち側から来たらね、電車渡れるような、こういう歩道もありますんでね。まあ、この辺りからいわゆる蔵町、および中根や南根やとかっていうね、地域になってきますね。まあ、この辺りに来ると、相生橋ですけどね。まあ、いかにも、四日市って感じの工場が見えてきますよね。そこは見えよ。まあ、マラコンだけしか来てないんですけどね。まあ、ぼちぼち行こうかなって感じですね。ちなみにこれ、川じゃなくて、実は船着き場があって、実はこれ海なんですよね。本当はね、港自体はここから、南の方にずっと行ったところなんですけど、まあ、せっかくこっち側からね、来てます。自転車でも来てますんで、ここにね、実は稲葉町という町があるんですよね。ここはここでね、ちょっと見どころがあるんですよ。よいしょ。地図で言うとね、ちょうど周辺がなりましたね。こんな感じですね。あ、ごめんなさい。稲葉町じゃねえ、高坂町だ。稲葉町はね、このね、運河の橋を渡った時ですね。
そう、宝来橋のところでね、またったら稲葉町で、稲葉三軒もね、この辺りの干拓事業をやったので、有名な方ですけど、それでですね、稲葉町という名前がついてます。で、それとは、その南側にあるね、高坂町、ここにね、ちょっと面白い、稲葉を、メモリアルパークっていうのがあるんですよね。これ意外と知られてないんですけどね、面白いんですよ。この辺りも、だいぶと雰囲気ありますよね。さてと、高砂町のね、その公園の方来ましたよ。これね、記念公園っていうのがあってですね。まあ、あまり四日という人でも来る機会ないんじゃないかな。こんな感じで、四日という急行版ですね。を明治時代に作ったんですね。まあ、ちょうどこの辺りがその埋め立て地なんですけどね。案内ということです。ちょっと、地が。逆光なんでね、見にくいですけど、まあ、いろいろと説明されています。まあ、これ、稲葉三重本とかね、この辺りに関しては、四日市の方でしたらね、絶対にね、小3、小4ぐらいのね、社会科の授業でね、習うところではございますけど、でね、何が有名かって言ったらね、まあ、この先にね、こっからね、見えるのかな。あ、見えますね。これね、港がずっと来て、ここになんか面白い形にありますよね。実はこれ堤防なんですよね。明治時代に作られた堤防、潮吹き堤防というふうに名がついてます。間に穴がいろいろと開いてますよね。この穴に水が入ることによって力が分散される。それによって高潮による、波が越えてくるとかね、そういうのを防ぐっていう、いわゆる力を分散させるというね、力を使っておる。非常に珍しい構造で、これが現存しているところは、なんか日本ではもうほとんどないのかな、ということで、ここは有名だということですね。ちなみにここの公園に面白いものがありまして、これね、先ほどありましたね、潮吹き堤防のね、防波堤、どういう構造なのかをね、実はね、模型で表してくれてるんですよね。こんな感じでね、海の水をここで力を弱めるっていうあれなんですけど、ね、レプリカってなってますね。ゆかちの港づくりは、これ、ね、明治17年ね、急行完成して、週の中で、明治26年、この潮吹き防波堤ね、できたってことなんですね。ここに、図なんかも書いてありますよね。面白い構想ですよね。こういう風にして、波の力を弱めようと。ね、やはりね、日本だから世界的にも珍しいんですね。そうでしょうね。あまり見ないですもんね。で、ここからこのね、港、ここだけだったんですよね、最初は。それが今やその奥にですね、これ見える、工場が、これコスモかな、いわゆる大京石油ということで、大京町という名前がついております。ずっとあって、この北側の方、こっちの方に、ずらーっとコスモ石油関連のがあります。あ、そこに泊まってる船もコスモのマーク入ってますよね。そう。ってことでコスモ石油で、そこからずっと行って、ここからずっとまた、さらにですね、海が埋め立てられて、港が大きくなって、四日市港というものが構成されていると。なんならさらにですね、大きくなってですね、まあ、ずっとここから塩浜というあたりまでずっとありますけど、そっちの先の方にはね、昭和石油ね、いわゆるシェルですね、の、製油所があり、あって、で、さらに大きくなって、北はですね、ここから、一つブロックを飛び越えてですね、霞っていうところにね、まだ別の霞コンビナートという、霞ターミナルで、貨物ターミナルみたいなのができとって、ここは、今はどちらかというとそちらの方がね、後から作って大きいんで、物流拠点としてはこちらの方のが大きくなってますけどね、どちらにしろ、工業都市四日市って感じがしますよね。こういうね、縦にいろいろ立ってますよね。こういうのサイロって言うんですけどね、これサイロがいっぱいあるのもまた四日市の特徴です。奥どうやったかな、この奥もちょっとだけ入れるんですよね。こんな感じで、まあ、ちょっと船もついてますよね。もうこれは海ですね。あっちにも桟橋があって、ね、こういうのを見ると、港町っていう感じですよね。改めてこっちの方来ると面白いですね。あんまり私もわざわざ歩いてきませんからね、仕事でね、この辺りに、ね、やってますけど、これは、鳩場地区、鳩場、海
地区記念碑、こういう記念碑だったんですね。言葉から見ないとわからないですね。なんでこんな、宮古に作ったのか、おそらくですけど、こういう風にね、海港町っていうのはね、玄関がこっち側なんですよね。正面玄関が海港というのは、そういう風に考えることも多いです。あそこもね、似たような感じでそういう理由がついてましたよね。江田島のね、幹部候補生学校ね、あります、第一塾科学校とね、そうそうそう、あそこ行った時もね、ちょっと話を聞いたことがあって、ね、私が入ってくる大きな門があって、それはね、実は裏門で、実はこの、海に面している船着き場の方、こちらが正門という扱いになっているということですね。それはまあ理由として、一番大きな理由は、やはり天皇陛下が、お越しになられる際は、そちらの門から入られることが通例となっていたという、話も、ね、ありましたけどね。さて、少し南にずれてきましたよ。ここは、まだここからも千歳町か、四日市千歳町ということでですね、一つ南側ですね、の筋の方に来ました。ここはまたこれでね、有名な、踏切があるんですが、もしかしてこれ踏切始まるのかな。ここはね、半次郎なんですよね。ということでね、開けると職員さんの人から出てるんですけど、その職員さんの方が今ちょうど見えましたね。あれ、そんな時間でしたっけ。これね、ちなみにね、こちら側に用事があるんでしたら渡っとかないといけません。ここはちなみに石油の方じゃなくて太平洋セミントさんのね、踏切ですね。温度さん踏切、これもね、独特の踏切だ。確かになってるわ。準備してますね。まあもうちょっと先やと思いますけどね。私の記憶やと1時過ぎな気もするけど、あれ土曜日は違うのかな。まだ12時、お昼の12時過ぎぐらいですかね。まあ、ここにね、この、バイクとか止まっとったらね、お、やばいぞ、そろそろ閉まるぞって言うんでね、おっとっとってね、急いで配らんとなっていう、ようなことを考えるところですが、これは雰囲気が面白いですね。竿がこの上からツーッと降りるタイプになってるね。で、もうすぐ来るよっていう時はね、こういうふうにあれこれくるくる回ってるんですよね。ここはここでね、すごく迫力あるんですよ。もうちょっと先だと思うんで、先に南側の方見てきますけどね。まあこの辺りはもう完全に、埋め立て地、そして、完全に、工業の、工場街のど真ん中になります。石油化学、まあ板ガラスさんはね、日本板ガラスさんは、名前の通りの、ガラス屋さんですけど、ね、こんな感じでいろんなセメントとか、まあいろいろありますね。石油化学コンビナートっていうのになってくると、この両端にあるっていう、感じで思ってもらったらいいんじゃないかなと思います。早打ちも行くみたいですね。ちなみにここはね、私有地じゃないんですよ。こういう感じでね、オークションさせてくれてみた。おお、今日は赤い方ですね。こんな感じで踏切を越えてね、でこれがさっきの踏切の方に行くわけですけど、まあ、せっかくなら踏切の方も撮ってみましょうかね。撮れるかな、間に合うかな。車を止めて、待機したいですね。まあ、この辺りね、まあもちろん電車で来ても問題はないんですけど、お、あった、ちょうどですね。あんな感じで今見えましたかね。ちょうどいい時間に来た。ちょっとこれがぐーっと落ちてくるわけですよ。長い信号待ちです。気づきなのとは聞こえましたね。と、ここからThank you.
これが上がって、無事に閉鎖が終了と、いうことですね。踏切終了と。そういうところの先ほどのライブ、そこもね、ガイドがないんです。さすがに周期内に入ってはいけませんし、危ないところには行ってはいけませんけど、このね、行動の範囲がないからでもね、十分な迫力がありますからね。まあ、こんな感じですよ。こんな風にね、サイレンがずっと鳴ってます。実は、この辺りも全部踏切なんですよね。この上を間違いなく今、貨物列車が走っているというすごいことなんです。この辺でもね、普通に使ってますからね。距離で、この距離ですね。だからこの距離で取れるのもね、滝を取れる場所ってなかなかないんですけど、ちょっとここは、ね、なんかもう普通に踏切塞いでね、そうですね。それでこの先に配達するとかがあったらするとですね、まあ、諦めるしかないんですね。さすがにね、このね、滝の間をかいくぐってね、ちょろっと配達とかできませんからね。そうするとただこれで、ね、入れ替えをやってるわけです。先の方で動いてるのがありますね。これはですね、東富士原から、セメントをですね、石灰石を、セメント用の石灰石を大量に積んだのが、末広橋ね。これはもうあちこちに上がってます。日本で唯一の、可動鉄橋、鉄道橋ですね。橋が動くんですよね。そう、その橋が有名で、ここは非常に撮影に来る方も多い、ところでありますが、こんな感じでね、その先でこうして、空になったね、タンクを持ったのが待っておるというところなんですよね。ただこの辺りトレーラーもめちゃくちゃ多いんでね、気をつけないといけないのは間違いないです。この先ね、まあ、これもいっぱい、これは石だな、石灰石じゃないな、積んでますけど、とすごいのが、ね、今ガチャンとやってたんですけどね、あとでまたやります。あ、これももう本当だ。新型が来てるんですね。一回、そう、一回開けるんですよね。出ないと、木があります。踏切の前あたりがね、有名なところです。こんな感じで全部転換器、臨鉄器っていうんでしたっけ、こういうの。これでもね、今も現役でガチャンガチャンと、作動してですね、やってるんですよね。実はあの奥にはあの奥で、今ね、ずーっと切り離した、機関車がね、奥に来ましたよね。実はあの奥でまた転換ができるようになっておって、今度また、この新しいですね、空になった荷物を積むために別の、車線の方に入る準備をすると。いう形になるんですよね。まあ、どちらにしろ友人でね、こうして結構ね、職員さんが、何人も来て、あ、閉まった。そして閉まったのを確認して、左右確認をして、すると、無線で通行よしとかいうのかな。うん、すると、こちら側からまた少しずつ。列車が動き出すと地元の方もやっぱ見に来てますね。走り出したらね、黒い煙がボンと出るから分かりやすいですよ。こうして前にですね、人が立って、常に安全確認をしながら進行する。あ、どっちが先に動いてるわ。そうか。で、さっきのところから車線を書いたこれを、このね、奥にある、東富士原からか、北、貨物を引っ張ってきた、機関車が今反対車線の方に来ましたよね。すると動き出せないな。こんな感じで、よいしょ、来ま
ましたね。聞きましたね。そうですね、あそこに乗るんだな。でバック運転あんびながらやるのか。そっか、これはなかなか大変ですね。獅子型のやつはね、両側からね、横にね運転台がついてますからね。あれ、そうですね、やっぱこうなるんですね。これは車のバック往来とは桁違いに難しいことでしょう。そして今カチャンと腕だか、ね、ずらしてこれで今転換しましたよね。そうすると今度こっち側から、これ今引っ張ってるのは DD51 ではなくてまた別の、これ多分太平洋セメントさんの所属の、扱いになってるのかな、おそらく JR の所属にもなってないはずです。そうそうそう、これが、ね、スイッと入っていって、じゃあこんな感じで埋まっておりますよね。いやー、やっぱこの音を聞くと、かもしれないですね。独特の音かなりですね。どうしてこんなところで止めるかというか、次にここでおそらく向こうは向こうで今度空のやつをつなげるんですよ。で今度こっちがきますよね。だからこっちはダメですね。これがこっちに入ってきて、電車は反対側に乗り換えるんですね。ああ、なんかバック往来、バック往来で、いいかな。そして安全確認してですね。
きますよね。ずーっと行くわけですね。青木もやはりこちらは花の、ね、感じですから、そうするとこれ軽やかに走りますね。やはりもうありますね。そう、今度どうかな、そうすると後ろから今度はこいつが満載の滝を積んでいくわけなんですけど、ちょっと逆光ですけどね。土曜日は昼で終わりなんや。ちょっとつなぎに行ってるところまでね行けませんけど、ちょっとハプニングがありましたね。トラックあの日に来ちゃったんですね。締め下げるよ。これは今度こっちのねちっちゃいのが満載の運ぶんです。これはもうフルパワーです。先の人がダッシュでねここを開けに行って無事にここが、ついに、通れるようになるという流れなんですがね、なかなか、長いこと閉まるんでドタバタも多いですね。また土曜日っていうのもね、すると職員さんはまた自転車で戻っていくと。